列車の窓を流れる雪景色。大阪から飛行機と鉄道を乗り継いで4時間余り。一面銀世界。真冬の北海道にやってきたのは、皆さんお帰りなさい、はい、テンション低い。本庄まなみです。本庄まなみではない。どう見ても北海道はトマムにやってまいりました、はい、一面雪ですね。雪ですね、はい、ちらついてますからね。ただいまの気温がマイナス6度だそうです。あ、生らしばれますね。生らしばれますね。石野さんが思いのほかなんかすっごい気合入ったダウン着てきてるから。寒いもん。石野さんはもうロケって言ったらもうあれスタジオの5倍ぐらいの気合に来るから。いや本当ですよね。ニュースおかえり火曜日レギュラー男性陣による冬の北海道トマム旅。今回お邪魔するのは星野リゾートリゾナーレトマム。国内外7カ所にあるリゾナーレの中で最も北にある施設で、その土地ならではのアクティビティを楽しみ尽くせる滞在型リゾートです。そのコンセプトはズバリプレイハード。3人も早速スノーウェアに着替えてゲレンデへ。松尾さんいつぶりですか？松尾悟、48歳。はい、ほぼ30年ぶりのスノーボードです。ちょっと緊張しますね。もう前世みたいなもんやから。俺石野さんも板を持って。俺初めて。初めて、うん、あらウィンタースポーツ2回目。2回目、うん、でだからあの僕は見送るだけですから。お教えしますよ。俺も忘れてるが。どうやって開くんですか俺そもそも。ボードの装着法から説明する横山コーチ、その教えぶりは丁寧ですが、いざ実践となると、もうあれですよ、勢いでフンってやってもうそのままみたいな。無理だよこんなの。一気にフンって、一気にフン。ラック。全然大丈夫じゃないですか。かっこいい。大丈夫ですか。せーの、フン。いや、うん、フン。ヒダ壊れる、ヒダ壊れる。もう筋肉痛もいろんなところ。はいはいはい。もうやだ。いきなり湯跳ねから始まった石戸さん。その後は果敢に初スノボにチャレンジ。ただ七点抜刀しながら続いた頑張りも20分ほど経つと。もういいだろ。5年まで来たらいいんですか。もういいだろこれで。もう一方こんなはずじゃなかったと30年の年月を痛感しながら立ち上がることすら悪戦苦闘する松尾さん。自然と戯れる。スムーズに滑ればわずか1分ほどの距離でしたが、疲労困憊の松尾さん、40分かけてようやくゴール。想定外のプレイハードとなりました。松尾さんがウィンタースポーツと思えないぐらい汗かいてますよ。もうあの湯気が、湯気、陶器です。サウナ行ってました。水風呂入りたい。ボードを抱えたまま3人がやってきたのは、ちょっとなんかありますよ。こたつですか。ああこたつだ。どうです。え、どうな、椅子が入っ、あ、椅子があるんや。椅子があるんだ。あったかいですよ。椅子があったかい。あったか。あったかい。なにこれ。屋外でこたつ入る日が来るなんてね。めっちゃ気持ちいいじゃないですか。いやこうやって今ちょっと体を落ち着いてみると、俺の体めっちゃ疲れてることに。ここはゲレンデのすぐ脇にあって、スキーやスノボを履いたままでも食事や買い物が楽しめる小樽ストリート。体を温めてくれるのはこたつだけではありません。わー、見た目のインパクトすごいな。カニ入ってる。はい、こちらがカニやタコ、タラやホタテが入っていました。北海道らしく海鮮を詰め合わせています。北海道らしすぎますね。やっぱこれかな。松尾さんはズワイガニの旨味が詰まったカニ心情をパクリ。
うん、ね、横山アナはズワイガニの足をいただきます。すごくないですかこの量。一口で、思わず笑っちゃいますね。あ、素晴らしい食レポだね。ああ、甘い。寒い中で食べるからでしょ。いやいいですね、うん、室内よりもなんか美味しく感じられますよ、うん、北海道の海の幸がこれでもかと詰まったおでん鍋。あっあっ、さらにもっと体を温めてくれるのが北海道の日本酒でございまして、熱燗でご用意しておりますので、お好みでこちら のおでんと同じ出汁ですので、こう日本酒を割っていただいて出汁割りとして楽しんでいただければと思います、はいはい、おまろやかになるね、でも出汁入るとね。あうまい、これこれは永遠に飲めるな。お腹も満たされたところで、なんかイカついの来ましたね。おー、すごいすごい。おー、こっち来た、こっち来た、結構なスピード。おー、止まってくれ、大丈夫。大雪原の道なき道を駆け抜ける雪上バギーツアー。ガイドさんが運転する大型バギーに乗る3人の表情を小型カメラで撮影しようと思ったのですが、準備中突然カメラがストップ。ちょっとやっぱり落ちていきますね。何、寒くて、寒くて、身がマイナス10度まで耐えられるという小型カメラのバッテリーが次々とダウンしたこの日、トマムがあるシムカップ村の最低気温はマイナス25度でした。冷たい空気を切り裂いて真っ白な林を走り抜けるバギー。遮るドアもないので当然車内はこんな感じ。雪だらけです。雪にまみれ思いっきり戯れる、まさにここでしかできない体験です。宿泊するのは北の大地にそびえる32階建てのリゾナーレトマム。本日ご宿泊いただきますお部屋がこちらでございます。うわー、すごいですね。200室ほどございまして、すべてがこうスイートルーム、すべての部屋が100平米以上という100平米です。ここは100平米、こちら120平米。わあ、はい、こっちはこっち、絶景絶景。うわ、天下取ったな、取ったなこれは。いや、この広大な土地を全て独り占めする、まあ3人占めやけど。これ3人でもだいぶ持て余しますよ、この部屋に、うん、おかえりメンバー全員連れてきても余るぐらいですね。あ、うわー、あれじゃない、戦闘ジェットバスですね、これはね、戦闘ジェットバス、戦闘ジェットバス。全ての部屋に完備されているのが絶景を独り占めできる展望ジェットバス。 IT 社長のタワマンでしょ、これ。これは天下取った気になるね。これは勘違いする。どうします、3人で入りますか。いや、いいよ。ここに絶対嫌だよ、3人で入ってもらってますよ、絶対嫌だ、うん、それこそこっちこそ絶対嫌だ。あ、目がい酒だ、そうだよ。さらに、見て見て、まさかこれは、これまさかですね。わもう、はい、こちらがプライベートサウナでございます。嘘でしょ、え、全客室にあるんですか。そうです、全ての客室に備えております。え、まだある。そうですね、こちらが主寝室でございます。うわー、主な寝室、これ寝室の広さじゃないですよ、広々とした主寝室だけでなく、え、まだあるの部屋。うわー、すごい、あら、最高。え、僕
僕ここ。大丈夫、大きい子供乗って壊れない。僕ここ。より北海道であるとかトマムエリアの魅力を感じていただけるような範囲作りになっております。サトル君分かった？分かった俺も答えそうになったじゃん。ややこしい。どっちがどっちに聞いてんだよと。夕食は北海道の恵みを堪能できるレストランで。大人な雰囲気。これはちょっとこの2人と来たくない感じの。ちょっとそんなこと言わないでくださいよ感じ。まず一品目はウニをたっぷり使ったリーキのパンナコッタ。こちらの3層に仕上げておりまして、一番下からコンソメのジュレ、そしてリーキという西洋ネギのパンナコッタと、上にウニをお乗せしてご用意しております。石田さんはもうここに全集中してます。俺らも喋らんで。そう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 、全部やってくれる。別にそんなことない。というのも河口湖を訪れた前回の男3人旅がロケ初挑戦だった石田さん。そこでベーコンの香ばしさとワインは最高に合います。オリーブオイルとも相性がすごくいいです。ベーコンと一応合いますね。何これ。俺ワインの話してない。石田さんが頑張って俺ワインの話よ。ワインの話で。うんとか言うなよ。あんただけだよ。ちょっと恥ずかしがりながら食レポしてたよ。果たして今回の食リポは。カメラ、カメラ、はい、全部カメラ全部一緒に向いてますよ、はい、いや美味しいです。すごくウニとウニめっちゃうまい。パンナコッタだけどほら、うん、あのリーキだからあの西洋ネギの味は超うまいです。僕はすごい好きです。いや1個気づいたんですけど、石戸さんはテンション上がると両肩が上がります。上がるよ。だってこれは美味しい。続いてはムニエルに似たイタリア料理ムニャインヤ。タラの白子の表面を香ばしくカリッと仕上げ、そこにうわいい音。こちらのトマトとケッパーを合わせた焦がしバターのソースです。うわー、おいしそう。外はカリッと、中はとろっとした熱々の白子を頬張る石戸さん。皆さんお気づきですか？肩また上がってます。初めて食べるぞ。めっちゃうまい。めっちゃうまい。おいしい。これはすごい。全然しつこくない。そしてメインは寒さ厳しい冬が一番おいしいとされるエゾシカ肉。柔らかですね。マグロの刺身ぐらい柔らかい。柔らかい。スッと歯が通りますね。そして臭みが全然ない。北海道の味覚を堪能し、話題は松尾さんが念願の本庄さんのお宅に招待された話へ。豪勢な感じでお出迎えしてくれました本庄さん。豪勢ってだってもう本庄さんが迎えてくれるだけで豪勢だそれ。そうですけど一緒に MC やる立場としては自分もそれ知っとかないといかんですね。でもなんか横山さんうるさいから呼ぶなちょっとみたいなことは言ってた。そんなひどいこと言わない。それに近いこと。本庄さんはそんなひどいこと言わない。それに近いこと言ってでも堅くなに個別で来てくださいとは言われました。個別ははーが多分言いたくない。あの多分ね近所に迷惑なんで。近所迷惑。